お前路上喫煙すんなよこれ。してないですよ。吸ってたやろお前。吸ってたやろお前。あどうも早朝系 YouTuber のつくるとでーす。路上ヤンキーズだれや。ああ。ここが一番落ち着くからここでお前ロケ撮影させてもらってるけど。今日マジでなんすか本当に。今日マジでなんで。路地裏に呼ばれたらもう怖いんですよ。今日はね、つくるとでワールド。ご紹介いただけるんですか。今日はお店に行くんやけども、はい、貸し切りでやらさせてもらってます。すげーな毎回。そうよ、マイケルジャクソンよりもマイケルジャクソンやからお前。それがちょっと意味わかんない。意味は分かってるやろお前。だいたい貸し切りって言ったらマイケルジャクソンで貸し切りさせるんだからお前。もうマイケル作るだよな。マイケル作るだ。ああ、ちょっとマイケル富岡っぽくなったな。それやったら、ね、お前マイケル富岡さんに失礼やろ。それやったらお前呼び捨てすなよ、マイケル富岡さんよ、お前。一回も言ってないですよ、僕。だから今日は、マジで、カジワキおったやろ。呼び捨てにしてもう呼び捨てよ、あいつは呼び捨てよ、あいつは。つぼさんの。つぼさん言わせるんだ、カジワキ。あいつがさ、佐藤さん、工具興味ないですか言うて。あ、工具おう、工具興味あるよ、言うて。ほいだら、つぼさんがそれを卸してる、ファクトリーギアさんっていう、工具で、もう有名な会社。YouTube チャンネルもやってんのよ、ファクトリーギアチャンネルって。俺もう前からチャンネル登録しとって。あ、そうなんすか。そこの工具の会社に行ける、はい、こんな行くー言うて。だから今日はそんな工具のもう本当に男の夢、もう本当に男のロマンが詰まったその工具を今日は見に行って、はい、もう俺は買いたいと思って。あ、どう見て目が閉まってる。そうやろ、もう今日買い物。今日は作れたいい工具を買い物。今日も作るの作らないのねえ聞いてるよ、どっちなの。スル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 俺のファクトリーギアさんのですから。俺のや、早く声話すわ。あ、おいらっしゃ。ほら来た、ほら。こんにちは。社長さんや。あ、お世話になります。はっきり言っとくけど、俺も最初にも挨拶やらさせてもらってるからね。それちゃんと挨拶してから、これ今もう今2回目やから会うのは。それは正直に言うタイプの人間やから。だから始めませんじゃないから。こんな感じでいくよ。だからいつも待ち伏せしてるんですね。そう、待ち伏せしてるんだ。今日ちょっと水の量多いっすね。本当に多いよな。もうちょっと減らさんとな。山本さんの目バッコは腫れるやつの量入ってるからな。これ気をつけてこ。紹介します。ファクトリーギアの代表取締役やらさせてもらってます。高野倉さんです。高野倉さん。高野です。よろしくお願いします。それさ、もうベシャルの達者な人やから。もうファクトリーギアのチャンネルでもうよし、もうワンと通販かぐらい喋ってるよ。お前通販やってんのよっていうぐらい喋っちゃうから。そんなに。そう、説明も上手だから。もう見てる見てる、もうすぐペース上がるやん。もうすごいですよ。見てくれよお前、これ。あそこの。マジで工具マジで本当欲しいですよ、これ。いや、いろいろ俺チャンネルを見てまして、欲しい工具も何個かあって、あのインパクトドライバーのあのこういうやつあるじゃないですか、ヘッドヘッドのヘッドにつける工具用意してます、それ。え、本当に何、ね、いや僕も、いろいろ見てね、ここはね、これ絶対欲しいだろうなっての今日ねご準備してます。うわぁ声がいいね、ご準備してますの言い方、キリンですの言い方やもんね。川島やってんだよ。キリンの川島やってんだよ。ちょっとマジあの何から見ればいいのか。どこでもね、マジでここのお店は、はい、そのファクトリーギアの中でも、はい、実は一番在庫数が少ないんですよ、はい、でさらに引っ越す前なんで、だいぶ商品片付けちゃって。あ、どっか行くんですか。返納材料。返納材料、材料やりすぎ工事やな。テレビ東京さんのやりすぎ工事撮った番組やな。そこにお店が大体これのね、はい、3倍ぐらいになります。すごっ。で今ね商品がだいぶないんですけど、はいはい、うちのラインナップを感じてもらえるような作りになってて、はいはいはい、アメリカ、アメリカ、ドエナ、パー、アツエナ、ドイツ、ランド、ジャランド、スイッチャランド、スイッチャランド、フランス、おい、ジャパンなんだ、アメリカ。社長が、あ、僕ね。
やマジで本当にね、うん、うちのねお客さんなんですよ。どういうことなんですか。僕が工芸始めたね、25年前に始めた時に、はい、よく来てた、はい、典型的な人なんですよ。なんか俺のことカモよ。行きます。いや俺やべ、倒されね、倒されね。やばいやばい。やべえな。おたちゃん、おすすめ工具じゃ教えててくださいよ。じゃあ、いきなり行きますか。じゃあね、そんなもん。何から行こうかな。みんな従業員さんもそんなね。はい。これさっきからうるちゃやってんだよ。社長、師匠か誰だ。あの人、古いんですよ。古い、古株。あ、すいません。もっと吉本。吉本目指してたんです。NSC 22期でした。え、芸人やってたんですか。後輩やってんだよ。22期って誰や。後輩キングコングと同期、はい、お花開かずに今後輩、まあ、そんな言い方確かにええやんけ、やったこと変わったって言い方でいいじゃないですか。さすがなんかその腹さばくありがとうございます。ありがとうございます。古いねんこれ。何やねんこれ。古いねんこれ。古いから。じゃあちょっとおすすめ工具社長お願いします。じゃあまずね、さっき言ったクセモノ、これマジで本当にもう本当にこれすごいよ。クセモノ、クセモノちょっとねやってみますか。クセモノっていうこれね、そうこのね名前からしてもいいんやけど、これマジで本当に職人さん、マジこれマジ買ってがいいよ。もう殺到するんじゃないと。在庫あります、社長。なんだね、なんだね、反省じゃないんだよ。ないね、一個誰が気づいてんねん、猿回しの反省やから。人間が工具ってね、よくね、関節増やしたろうかってよく言うでしょ。そう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 。工具ってね、関節増やすってことなんですよ。人間のなかった関節。ちょっとマジで言ってる意味がわかんないです。わかりますね。ドライバーって要は、もうまっすぐしかこう、はい、ないわけ。はいはいはい。わかる？はい。これが例えば、こうしか入らんってことがあるわけ。あー。そこを関節を曲げさせて、はい、言ったらこの間スターロードのこれ指が入らんって言って、はい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 、はい、でこれつけづらいよ、指が入らんの太いから。ああじゃないんだよ。ああいうとことかにもうこれがこう折り曲がって、こう曲がってリスが止まれるわけよ。通常くらいインパクトライバーこれに関節を鉄さんが増やせって言ったら、これどうやってですか。こういうのピンセットできるんですか。関節増やすか。怖いこと言ってるな。関節増やすのこれ。これを使うことによって、はい、はい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 、そうすると、はい、ここを回すと、ほら、わかる、ここが回んねん。移動します。こうが、はい、ここが回んねん。はぁ、だから、はい、こういう細いところに俺は手が入らんで、ローレルのこれ回しに入らんときは、これがこう入っててくれるわけ。こう入って、ここでこれが関節増やすパーツあったーみたいな。怖いこと言ってるなーだと思ったんですけど、上もこれがすごいのが、はい、こうだけじゃなくて、はい、横のこういう隙間とか上のこういう隙間とかこっちの隙間とか全部いけるわけ。わかる、わかる。えこれね、ちょっとね、えもうそういうことですもんね。そのまま店に立ってもらいたい。本当にそういうこと。これも買いまーす。買います。もうこれお買い上げ案件。これほらもうカゴ持ってこい、カゴカゴ。めちゃめちゃカモじゃないですか。お前カモとか嫌な言い方すんな。社長に失礼やろ。でもええねん、カモで。このクセも、あ、すいません、じゃあこれちょっとお願いします。あとね、いろいろね、見ててね、はい、これはいいんじゃないか、あれはいいんじゃないかってかなりいろいろ用意しまして、はいはい、これは普通に定連ね、定連いろいろ使うと思うんだけど、はいはいはい、ビットこう入れます、はい、ビット入れて、はい、ここにスリーブが入ってるんで、はい、おいなるほど、ここでもう回るんだ。そうそう、ここで指を押さえて、この回してみたらこのここに実はウェイトつけて、なるほど、これでも回るんだ。でさらに力かけたいときは、はい、これだと力入んないでしょ。入んない。視点が変わるんだ。視点が変わってガツンいってからのキュルンです。あー、これでグッと締めてで、こうそうそう、真ん中にして。くしゃみやってんだよ、社長が喋ってる時じゃん。花粉が、今日花粉がすごい。だから分かるお前。ちょ、ごめんなさい、マジでちょっとくしゃみしてて聞こえてない。だからこれな、カバーがしてあるわけ。はい。だからこれがこれで、ここがもう回るわけ。こう何もせずにここで、分かる。ベアリングが入ってるわけ、言ったら。あ、そういう車でいうところベアリングよ。ベアリングがもうここに入ってるから、はい、ビスを止めるときにこっちだと弱いわけよ、やっぱ止めがやっぱここが癖になると力が入って、はい、こう回るわけ、ガリガリガリって。へー、こう遠い距離からここがこう曲がってるから。あ、分かった。分かりました。買います。あ、めちゃくちゃ買うな。でね、これね、はい、これ長くて、はい、邪魔になって回せないとこあるじゃない、うん、でその時抜けるんです。
さらにここ回しづらいから、これを差し込むと、この狭いところでも回す。あ、なるほど。これは指引っかかりがいいから回しやすいですね。でさらにここにラチェットが刺せるので、カリッカリッカリッ、これはめちゃくちゃ便利。これのじゃあ連結の関節まがいもんとかもあるんですか？それは今開発中。これまた関節だってやばいですよね。でね、これねビットなんだけど、取れる、取れますね、当然取れますよね、ビットが取れますよ。だけど、押すと渋い位置の差し込みが出てくるんで、あ、六角いくんや、ソケットが使える。うわー、そしたらこれでカリカリカリもいけるんや。なので、ヘッダーのこういうふうにつけると下向きになるんで、下向きにも、なるほど、結局これでこうや。いや、もうちょっと使い方だんだん混乱するけど、こっちでもいけちゃう。じゃあもうむちゃくちゃですね、これ関節ぐにゃぐにゃよ。ボロ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 関節ですよね。これはやばいわ。僕はもうね、あの、手が傷だらけになってんのを見てね、あれだったかなって見てた。関節寄せればよかったなと思って。すごいな、もう楽しいやろ。はい、わかる、はい、これが大人のディズニーランド。何個あるんすか？1日じゃおっつかん。こう、こう、もうディズニーランドっすね、これ、ね、もう今日帰らんぜ、俺。え、帰らんぜ。ええじゃないんだよ。ディズニーランドも永遠時間ありますから。永遠時間、永遠時間ないね、ここは。もう終わってる時点から始まってるから。やべえとこ来てもらう。これマジ便利っすね。これはもうバイク車いじる人は絶対あったがいいよ。あ、やっぱそうなんですね、うん、もうこれ本当にマジでこれはもう無敵、うん、これとまたちょっと違うので、これはもうめちゃくちゃ今世の中的にやばい、はい、もういつも欠品状態がつなあるんだけど、はい、ラケットって普通こう回すよ、こう回します、はい、こう回しますよね、はいはいはい、でもこういうふうに狭いところでハンドル回せない時ある。はいはいはい、まあ、回んねえよ。あ、はい、あります、あります。その時にここで回るの。そう、こうじゃなくて、うん、ここでこう回せるの。そうそう、うわぁ、やっぱ。で、さらに今気づいたかどうかわかんないけど、こっちに回ってこうなのはわかるでしょ、はいはいはい、でも、戻しても同じ方向に回る。だからもうこう、こう、そうそう、こうって、これやってれば回ってくる。こう、このちっちゃい、もう本当に手が入らん。もうこれでこれ回ってくる。そうそう、それで回せる。やばいよ、これエンジンバラし放題や。バラし放題はちょっとやだな。でここソケットだと思うでしょ、うん、で、まあ、あの8分の3のソケットが使えるんだけれども、うん、これをこう抜きます、うん、そうすると、うん、ここにお尻にこれが入ってて、うん、これを差し込むと、うん、なんとさっきの渋い位置のソケットが回せちゃう、またはまってで回せると。これね、はー、もうちょっと言っていいですか。さらに外します。まだあんの？通販番組やってた。やってた。このチャンネル、さらに、さらにここにはビットセットがあります。あります。全てのビットが、はい、なんと直接入る、全部はまる。そうなので、そうそう、クリアランスがないところで入って、はい、回せ、これで回せるんだ。やば、これやばいですね。ここいくら前ですか、これ。税込みでいくと7000円。7990円。これもセットで。それはね、ちょっとまあ別に買っていただきます。これがいくらですか。これはね、6490円、全部でも、これ全部込みで、そう、1個300円400円するからね、バラで。まあそうですね、こんだけ入ってるんで。それはなんと3980円。勝手に値下げしてた。3980円。はい、ステビリザーズファクトリーギアのチャンネル登録してるよっていう方は、はい、これが、はい、3980円。これはね、今ね、在庫がないの、売りすぎ、在庫がない。あ、そうだよね。へー、そんなに売れる。すごい、めちゃくちゃ。これ去年からずっともう1万本以上売れてる。じゃあこれ今、じゃあ俺買おうまでも買えないですか。いや、もちろん、あの、大丈夫です。ラスト1本、ラスト1本かき集めました。かき集めて1本。はい、嘘っぽいな。やばいよ、これやばいよ。あとね、ヘッドライトが黄ばんだ。黄ばみます、これ黄ばみます。なんかこう、拭くやつありますよね。それを今日持ってきたんで、試していただいて、ちょっとこれどのぐらい綺麗になるのかっていうのを、ちょっとこれデモンストレーター、はい、バイク屋だったんだけど、バイク屋やめて今神戸。へ、はい、なんでバイク屋やめたんですか。人間関係。
重たい話に。人間関係っていうのはさ、本当に修復難しいからね。なるほど。関係をね、作るのはね、すごく時間かかんないけども、壊れるのっていうのは一瞬やからね。そうですね。人間関係です。あの子供の頃っていうのはさ、あのいろんなたくさん友達を集めるのがさ、子供の仕事だけどさ、大人になったらさ、それを消去していく作業に入っていくわけよ。わかる？あのもう会わなくていいっていう人は大人は簡単に切っていくわけ。それはもうそれが大人、子供はそれを選べない。だからいろんな人を集めていくんやけど、大人になったらそっとスッと切るわけ。ちょっとごめんなさい、え、外録チャンネルだと思ってますよ。やってんなお前。いじってんなよお前。あの BGM 聞こえてきた。お前やめろ、お前たけるたけるたけるじゃねえんだお前。心を殺すことはルーじゃないんだよ。外録チャンネルやってんやろ、サタビルダーズやろ。サタビルダーズですね。そうですか、すいません。はい、はい、ございます、はい、でまずこちらですね、クリーニングの方をよくまあ本体振っていただいて、はい、でこちらを洗ってもらいます。コンパウンドとかでもやってますよね。コンパウンドは傷ついちゃうでしょ、はあはあ、傷つけないで、もう本当に黄ばみだけを取る。で、まあ、これ黄ばんでる場所を、はい、よく見て、竹さんの車とかよく黄ばんでる。ここをなじましてあげます。はい、あ、すごい、すごい、もう汚れがビヤー取れてるんで、全体的に。この素材は何なんですか、これは。クリーム？秘密の素材。秘密の素材。不思議だ。怪しい。怪しいな。で、10秒か20秒ぐらい待ってもらって。はい。はい、1、2、3、4、5。あ、カンベスが風呂入ってるか。カンベスが風呂入ってるか。いや、誰がわかるんですか、その例え。カンベス入ってるのはわかるよ。やめろ。フラッシュバックするやろ、そんな。出ます。出た。お風呂出た。お風呂出た。はい、そしたらじゃあ入っていきます。うわ、おー、うわ、めちゃくちゃ綺麗になった。うわ、すごい、これは綺麗になった。あ、違うね、全然違う。うわ、すごい。これおいくら万円？1980円。安っ。だって全然使ってないもん。あれだって量的にはこんだけ入っとって、はい、1980円で。さらに、お、今回ってこれを、あれ？どうしたよ。じゃあこの後にコーティングをしてあげます。そうすることによって綺麗な、もう保てるんですね。はい、そうなんですよ。すごい簡単にコ、はい、あのコーティングできる。特殊なスキルがいらない。ガラスコーティング的な感じ。そうそうそう。そしたらこのコーティングをこういうふうに。お。なじましてあげます。え、綺麗なんか。あ、綺麗ですね。このように伸ばしていただいて。あ、綺麗、とても綺麗。聞いたことない綺麗なってますね。乾かして重ねるってのをやるとより。はあ、これどんどん綺麗に。はい、これディッキーズツールって知ってます？ディッキーズは知ってますけど、ディッキーズツールは知らないです。これね、ファクトリーギアが作ってるの。ディッキーズさんとコラボしてる。で、あの、まあちょっと面白いところで言うと、モンキーね、はい、モンキーレンチってこう入れて、回して、はい、抜いて入れるのがすごい、はい、めんどくさい。めんどくさい、めんどくさい。なので、はい、これは実はモンキーレンチなんだけど、こう回して、はい、そのまんま、はい、抜かなくていい。あ、ちょっとやってみて。普通は回して、はい、抜くでしょ。あ、抜かないで、あ、こっちは勝手に一個一個上がっててくれるんや。自動階段みたいに。やば、これはやばいわ。だから、わかる？お前。見ればわかると思います。見ればわからんって、お前は。だから、普通のモンキーってこれで、こうやろ、はい、で、これを外して、またこう、当てがって、こうやって締めていかないといけないけど、これは、はい、もうここにこれがフックついてるから、これが階段になるわけやから、ここにこう、はめて、はい、当てがったら、もう、勝手にこうやってもうこれでしまっていく。そう、外さんでいいわけ。あ、勝手にずれてってる。そう、はい、これでもう回せるわけ。これめちゃくちゃ便利ですね。だからどういう時に力発揮するかっていうと、はい、こう見えないところに手突っ込んで、はい、こう入れるでしょ、差し込むでしょ、はい、でその時って普通は回したらまた合わせなきゃいけない、はい、合わせなきゃいけない。でも合わせないでただ単に見えないところでもこう回せるから。だからこう目閉じてこういうふうにやつ。普通はさ、こうカチャッとやったらまた。そうそうそう、あー、見なきゃいけない。いやだけど、これは
出てくるやつじゃんか、これ。ちょっと一個確認していいですか。そんな状況ってあります？あるってよ、あるってよ、あるってよ。お前物作ってねえな、お前。いや本当にお前これ職人さんかみたいな、お前鼻で笑われてるぞ。ほんとこれマジ便利っすね。これいいでしょ。これ買いよ。あ、あれだ、これ買い、カゴこれ買い、カゴー、カゴー、カゴー、これ買いよ、カゴかもられてますって。かもられてない。かもられてない。社長はそんなかもり業の人じゃない。本当にいいものを選んで。本当にいいものを、俺はいいと思って買うって言うんです。ごめんなさい、変な風に言っちゃって。買ったかい？いや、スナップの時計かわいいな、あれ。え？売ってるんですか、あれ？え？売ってないです。売ってない。あ、売ってないの？持ってきます？いや、そんなこと言われてる。あれ？引っ越しだから。いや、いらないですか。いらないとは言ってないですよ。いらないですよ、スナップオンの時計。いや、スナップオンの時計、めちゃくちゃかっこいいよ。あんなもん、ガレージに置いといてみよう、お前。めちゃくちゃかっこいいよ。じゃあ、分かった。タダであげるとかやめましょう。やめましょう。その帽子と交換。いや、この帽子。この帽子と交換。いや、この、いや、今日かぶってるか。いや、帰りにじゃあ。これがいいっすよ、これがね。うわぁ、わらしべ長者やってますね。わらしべ長者やってるよ。あとこの辺がドイツとか、これも面白いかな。これ2分の1の、まあ、ラチェットレンチ、はい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 、これイタリアのね、イタリアのブランドですけれども、はい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 、これで首がこう回ると。でも2分の1って足回りとかでもう回んないとか、よくこうやってウィーンとかやってるのあるじゃないですか。そういう時は、うん、ここをですね、うん、こうやってやると、うん、伸びる。伸びた、伸びたし、さらに段階的に調整ができる。そうすると、うん、テトルクってよくね、トルクレンチ使わないで、なんとなく自分の加減で締めたいときに、ありますあります、いつも締めてる力なんだけど、長さを調整することによって短いと力が入らない、はい、オーバートルクにならない、はい、でもめっちゃ締めたいときはこれで締められるっていうので、長さで調整することができる。これ便利よ。これそんなに高くないです。これだから1万5000円ぐらい、はい、でも全然高ないですね、1万5000円。そうそうそう、レンチってのは結構もともと高いやつなの。レンチはお前そんなもん、お前あんまな、高いとか安いとかの問題じゃないの。金気にすんな、お前。それはな、便利か便利じゃないかや。そうな、よくな、負けてくださいとか言うやつおんないけど、職人さんが作ったやん。この、アイディアに金出せって言ってんねん。バカが。そうね、あの、言うねん、ほんとに。初対面でいきなりなんか、これもうちょっと安くなんないですか、まとめたら安くなんないですか、言うて、安くなるかって言うて。あ、怒ってた。なんで安くなるって、なんで安くなる思ったんや。さあ、そうそう、これを開発したアイディアやろ。 あんたがもしこれ開発したら、その高い値段で売りたいやろ。確かに。いや、でなかったものを開発したやから、それ言うてんねん。自分の仕事にね、安くしてくださいって言われたら嫌やろ。嫌ですね。何でもそうぞ。なんで自分だけ特別に安くしてもらえると思ってんねん、バン。さあ、考えろって言うてんねん。ちょっとこれちょっと安くなりましょう。やってくれたな。でもこれはマジいいですね。これはさあ、いいよ、これは本当に。あとね、まあ、手にね、うん、ほら結構傷つけるパターン、はい、辛いって。傷だらけだって。なんとか救いたいというのがあって、はい、例えばこれ、こういうのをつまみたいときってね、はい、こんだけ開いてるのにここしか、このぐらいの幅しかつまめないでしょ、はい、で一生懸命こうやってるうちにどっかにぶつけたりとかして、はいはいはい、ってこうなる、はい、でそれがですね、はい、これになるとここをこんだけ開くのに、はい、ここまであちょっとしか開いてない、開いてるのにこれちょっとで開いたのにこんなに開く。あ、センサー、あ、ここに関節ついてるもん。そうそう、関節ついてる。ホームは関節ついてる。すごいですね。これはうちのブランドです。へぇ、僕らが開発。あ、ファクトリー、誰ですか、ディーン。ディーンさんは。はい、私は、ファクトリーギアさんはディーン。ファクトリーギアってお店の名前で、はい、で、ディーンっていうのは、はい、僕がだけど、もともとはスナップオンを、はい、うちの売り上げの7割はスナップオンだったんですよ。はい、うちの売り上げの7割はスナップオンだったんですよ。だけどみんなね、はい、こういうね、まあ、さっきも言いましたけど、はい、こういうあのすごい車大好きとかバイク大好きな子たちが給料日開けると茶色い封筒にお金持ってきて今後買うわけ、はい、スナップめっちゃ高いでしょ。高いです。
で、そのこう持ってきた茶封筒の中身がほとんどなくなって、はい、ラチェットとソケットぐらいしか買えないわけ、はあ、でも嬉しそうに買えるんだけど、それを見ててなんとかね、はあ、こうもうちょっとたくさん工具買えるようにしたいなと思って、はあ、で、まあ日本のメーカーだけじゃなくて台湾とかいろんなメーカーに行って、はいはいはい、スナップオンのように美しく見えて、はあ、機能もこう それ並みのものが安く提供してあげたいなと思って開発しました。今から21年前。21年前、めちゃくちゃいい話で、このラインナップができた。お客さんの意見を参考にして作るね、何よりもサービス精神。これ買うのはお客さんやからね、お客さんの気持ちを代弁して作ったのがディーンさんや。このままや君だけを海に捨てみてウィーン。癖入っちゃってますけどね。変な癖入っちゃってますけど。ヒントこんなイメージあるけどな。このねキャビネットもね、うん、我々作ってるんですよ。バイク屋さんとかさ、はい、スターロードにもあるし横輪とかにもあるやろ、はい、これっていうのはもともとこれがオリジナルで作ってって、うん、今はもっとこれが良くなってるんだけれども、うん、これもお客さんの声で作られたもので、うんうん、自動車屋さんとかって、はい、工具めちゃくちゃいっぱい入ってるじゃないですか。入ってます。でついついババババババって開けるでしょ、うん、でそうすると重いから転倒するんですよ、うん、しますよね。へえ、あ、そっか。転倒してお客さんの車を傷つけちゃうんだけど、これは1個開けると下がロックされるんですよ、はい、1個開けると下がロックされて開かなくなる、はいはいはい、あんたもうドラえもんやね。高野倉さん、なんか倒れないあれ作ってよ。それてててててて、ディーンの引き出し1個しか開かないやつ。タイトル投げ。ドラえもんやってんねや、もうドラえもんやこの人は。でさらにこれって薄い深い中ぐらい深いになってる。深さを変えてあるっていうのは意味があって、はい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 、例えばこういう厚みのところって分厚い工具は入れられないわけですよ、はい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 、例えばこういうのとか絶対入らない。まあまあ入らないですよね。でも大体ここは入らないから充電工具とかこういうところが入るわけ、はいはい、で薄いところは何入れるかっていうと、はい、こういうスパナとかがちょうど高さ的に入るんで、そうすると無意識の中で入るところに入れようとするから自動的に工具を仕分けするわけですよ、はいはいはい、でここは深いのでこういうソケットを、ソケットってこうやって置くとめっちゃ場所食うけど、これ立てると入る大きさになってる。収納時やってるやん。でそうすると立てて入れられるからものすごい数のソケットが、ソケット入りますよね。普段見えやすいし、大体あこんにちは、あ13番とか、あこれ14番とか、そうで、さらに、はいはい、これスピンナーハンドルってこういう長いやつなんです。これで、これ一般的な工具箱だと、はい、これが入らなくて、入らないですよ、斜めに入れちゃう。斜めに入ります。そうすると、他の工具が入れづらくなる。入れづらくなる。なので、これが、これがぴったり入るサイズに作ってあるので、ドラえもんや。ドラえもん、なんかこれが入る引き出しないの。ザレレレレレレビーンの一番奥の手の引き出しのやつ。タイトル投げ。でこれは本当にディーラーさんが、車のディーラーさんがもうあのこういうのが違うの欲しいって声を集めて作ったもの。なるほど。だからたくさんね、声をこう聞いてね、ジャニングしてこうやられてやがるから、やっぱこう大便者というか、あ、すごいよ。左手今関節増えました。増えてるよ。すごいな。先生あれないですか？あのネジが舐めた時に あのそれを回せるあのネジダルじゃないです、あのドライバーのやつですよ。あのこうワニドラ。ワニドラ、あれあるんだ、ワニドラ。なんすかそれ。ワニドラ、ワニドラやね。ワニドラ、ワニドラ。これですか、ワニドラ。これ欲しかったんですよ、ワニドラ。ワニドラ。これちょっとマジやばいよ、これ。ネジサウルスっていうのは、リスが舐めちゃった時に、外側で使うの。そこまで使う。で、こうやって回す。はいはいはい。だけど、これは、叩いて、溝を作って回せると、ここが、もう、カッしかもここがもう滑らんようにワニの皮みたいな感じでこう広がってるの、ここが。わかる？これがもう回しやすいの、これ力がここに入るから滑らない。これがワニドラ。ワニドラ、ワニドラ、ワニドラ、今ワニドラすごいけん、マジで俺これマジ欲しかったね。だから結構ウッドデッキとか作りよったら、はい、結構ビスって硬いビスでいくのよ。で硬いビスって結構マジでバキッと折れる、木が硬いから、あそこでこう折れて、はい、それ水ざるしたら結構大変なのよ。
でこれなんかないかなと思って、はい、高野倉さんネジが舐めた時になんか回るドライバー作ってよててワニドラのやつワニドラのやつワニドラのやつワニドラじゃなくてワニドラのやつっていうやつ作ってくれてるんだよ、だからこれマジすごいよ、これだからこれもう分かる、こういうネジってこうやんか、正常なネジな、はい、こう回せるやんか、はい、ね、これ正常やん、はい、でこれもこれも舐めてるからもうグリグリグリやん、これ全然引っかからない、引っかからない、でもこれを、はい、ここにこれで叩くわけ、かなりねガンガンそしたらこれがほら回るわけ、ほらててててててワニドラのやつこれマジ欲しかったんですよ、これね、なんでこんなにいけるかっていうと、はい、普通はドライバーの先端がこう尖ってて、はい、その先っちょが刺さっちゃう、あのドライバーのね、こう外がとんがってる、 でそれで差し込んで回そうとするんだけど、はいはい、これはドライバーのここの面をネジに当ててこう溝を作ろうと、だからこいつらがそこを引っかかってくれるってことですね、先っちゃったらこう力が逃げるわけ、はい、でも、はいはい、このドライバーはドライバーのここの部分あれやろ、そいつらこうカッケッってあのラッシュをこうこうして絶対違う、絶対これは絶対違うやつ、そういうやつ説明せん、だからこれだからもう分かってくれろ、カバッてこうやってくれてるわけ、こいつらがあここが頑張ってくれてるわけ、はい、その動きですよね、そうこれがこうガッてこう入り込んでくれるから、入り込んであーれ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 待ってってくる、これマジで社長これ買います、ね、マジでこれのすごいのはね、はい、でその機能のためだけじゃなくて、はい、普通のドライバーとしても使えるので、すごいっすよね、だから本当に普通の舐めてない正常なネジにもそれ使えるっていうのがこのドライバーのいいところなので、トゲとか刺さる、え何これ、あトゲめっちゃ刺さります、あじゃあこれこれめちゃくちゃいい、これどうえマジっすか、俺マジで、うん、木木工の時に結構あの軍手しなってやったりすることが多くて、これはこれ終わったらすぐ刺さんすよ、俺確かに、はい、ルーペがついてる、ルーペついてんの、え先端がトゲ抜きになってて、なるほどこれで、あっ、ここでここもクリアなんです、これでじゃあルーペで見ながらこのトゲをこう捕まえて、すーごいこれこれは開発ですね、おもろおもろい、買う、これは買いますわ、これは嬉しいわ、なんかそれもキーホルダーつけときたいな確かにそれぐらい刺されますね、な多分佐田さんがねこうやってることの中で、うん、そこで商品集められてるじゃないですか、はいはい、こう佐田さんみたいなお客さんが多いわけ、はいはいはい、だから最初言ったけどこういうお客さんに20年間育てられてきた、揃ってる商品はそういうものがメイン、だからもうお客さんのニーズに応えた、あれよ、いろんなものがこう研ぎ澄まされていった、うん、まあ石と石やな、石最初は高野倉さんは多分尖っとったと思うよ、いろんな尖りがこう毎日毎日こうお客さんの意見を聞いてどん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 削られて丸いので球体ができてったわけよ、ちょっと待ってください、僕は今何を言ってるんですか、よかったよかった気づいてもらえて、自分でね、走り出したから、はい、ゴールが見えなかったんですよ走りながらゴールの遠くのゴール探してくるの全然光が見えなかったずっとわけわからんとかです、すみません、手汚れます、手汚れます、手汚れる時にこれは自然の豚毛なんですよ、はい、ブタ揚げ当ててみると分かると思うんですけど、ここの当たり方とこっちの毛の当たり方がちょっとここはこれです、爪の中が汚れるでしょ、はい、爪の中を汚れた時にここで爪の中をきれいにするブラシ、あースボサンヤスリやちょっと違うんじゃないですか、ちょっと違うと思います、カジワキさん来てるよ、あそこあとでおまけでちょっとあの半径さこれいいっすね、でもいろいろあるんだけどやっぱり 、うん、手をあの痛めない、はい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 、じゃあこれでこう汚れ取ったあたりつばさんやつやつや職人さんやからね、爪もすぐ切れになりますね、爪もすぐ切れるから、これもう7724円買います、あーすげーカチャンカチャンカチャン結構いっぱいされてるやつはもう間違いないやびっくらこいちゃうのもう一個
ビックラ超えちゃうのもう一個。これトーレさんと一緒に作ったんですけど。トーレさん？トーレ。はいはいはい。トーレさん、はいはいはい。トーレさんと一緒に作った工具専用のこのクロスなんです。はいはい。でこれ指紋がついてるんだけど、はい、何のケミカルとかさっき何もないまんま、はい、トーレさんと一緒に作ったやつこれ一回こうな、はい、こうやるだけで。うわ。ピカピカ。マジドラえもん。なんか工具に指紋がついて一発とりあえず出してくれよ。でででで、トーレさんと一緒に作ったグレーでマイクロファイバーのやつ。長いなタイトル。そうやろ。マイクロファイバーでやるとしまってるか。これすごいこれメガネとかみたいに使えるんですか。メガネも使える。これでも便利ですね。うん、でもうそんなに洗濯とかしなくていいの。この中に汚れが入っていっちゃうので、なんか汚れたからもうダメかと思うけど、はいはいはい、もうほとんど洗濯しないでそのまま。何これ？これはやばいっす。岡田さん指組んで、はい、落ちたビスとかなんとか拾いにくいじゃないですか。これ見た、これやばいね。え？これマジで、これ、はい、磁石ついてんのよ。え？だからここに磁石ついてるから、はい、例えばさこういう細いところにさ車をしようってカシャカシャってネジがテスさんって磁石のあれって言ってちょっと待ってねテスさん。ネジなくしがち。これがあったやつ取れるの？そんな磁石があるんですか？落ちてくやん、ほだら落ちてくやん、ほだら、はい、これであ、くそあ、くそが、はい、あ、くそでででででで で指サックでネジ拾うやつそのまんま指入らないときはあるでしょ、はい、あります。こう指入らないときはこういう長いのをこう入れるとこれで奥まったところに、なるほど、奥まったところに持ってって、えやんな、あらくさま、おら、はい、延長するやつ、いや、それ延長するやつではないと思います。こっちは磁石、だからこういうとこ入れといて、はいはいはい、ってやっとこんな長くなって、ああ、そっちの方が僕好き、ああ。先生が持ってる棒じゃないですかそれ。いいですか。X と Y はこうなって、なぜ X がこうなるか。どうした田中。え？ネジが取れない。眠りしてるばっかりじゃないぞお前。これはお前これだお前。はい。じゃあ授業進めまーす。数学の授業中あるのかな。じゃあ次 X かける2。田中どうした。何？え？ネジが狭いけど取れない。だから言ってるだろ。はい、授業始めまーす。田中はなんで、田中数学集中したくないんだこれマジ最高ぞ、これ、これのね、はい、ちょっとね、他と違うところはね、はい、ここにガードがあるんですよ。これガードがないと、はい、近くのもの全部取っちゃうでしょ。なるほどなるほど。なんだけどこれガードがあることで目的のビスのところに行って、はい、欲しいビスだけをこう取れる、はあはあはあ、こうやって持ってく間になるほど、あ横についてるとあちこちこうピタ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 取っちゃうんだけど、はいはい、全部いらんねん全部いらんねん、お前だけ欲しいんだってところに行って取れる。お前だけ欲しいんだよすごい女子が一番言われたいやつ。あこれはこうして、えおい、ドクタースランプあられちゃんのあいつじゃんか。つかむわけですよ。おぉおぉあそこもうヘビやね。あ、怖い。こんな気やね、ヘビや。ヘビだ。これもうほらほら。えぇテレテンテンテンテレ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 テ失敗してましたね。これ超便利ですね。さらに、これあれさらに、さらに、ライトもついて暗いところでも拾えるやつ。ライトでいいですね。困ったところはもう暗いから。これマジ便利ですね。マグネットもついて。これも磁石でこう取れるけど、ね、もしこれがステンレス。かなわけ。なるほど。ドラえもんって磁石はいけるんだけど、ステンは取れないよって、どうすんのって。あ、どうすんの。ほんならライトをつけてこうやって中に入ってってこうやって出して捕まえるやつ。これすごいよ。これマジ。
俺マジでこれちょっと一番欲しいから最後の最後で、でも全部全部持って帰れる、全部持って帰れる、これで持って帰れる、うん、これ多分泥棒やな、そうですね、泥棒、しかも全部どんな角度にも曲がる、だからこうちょっとカーブかかったところでも、すべてこう通れたところでも、これを曲げて、なんが来てねこれ、こう入ってって、ライトついてこう落下して、ティーン、泥棒よこれ、全部盗めるけん、自分のものも取ってるじゃん、全部盗めるよ、これ乳首もつまめるし、これで、これ寝てる女性のところこう、ライトにこう当てらして。いや、ちょっと絶対絶対痛い、絶対痛い、ちょっと怖い、何そんな妖怪乳首取り、夜中に出る、夜中に出る、どんな暗いとこでも行きます、これが一番欲しい、めちゃくちゃ買ってますね、買ったよ、でも新しい店ここのね4倍3倍4倍あるから、およそ何1時間半ぐらいそんな間まあでも楽しかったからいいんじゃないのだってまたちょっとまた引っ越すから、その時またまた行こうよこれの4倍っておっしゃってました、これの4倍やから、もう帰りたくないけども、お時間もないから今日はこれで終わりってことで終わったこれ、うん、こうか、これファクトリーギアの歴史を刻んできた、うわーそうなんだ、17年間時を刻んで、時を戻そう、時を戻そう、かっけえ、引っ越しするから、はい、邪魔やから持っててくれっつって、もう赤と赤でこれ、おーこれはかっこいい、かっけーすげーほらお前、ほら見てみろお前、お前これお前、ガレージにこれお前、これいいな、ガレージにこれお前、最高だお前、これスナッパーのあれして、お前もうお前F みたいな音が、お前お前今日来てよかったよ、ちょうど引っ越すんやで、いや本当に今週末終わりだから、そんなラッキーなことないよ、いやこれは交換やからな、これ俺たちとか、はい、これも使わないやつやから、新しい店舗に持っていけないから言って処分やから、もしあれったら一時使われて、こんなラッキーなことある、いやないんじゃないですか、なか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 ないよお前俺の、あいやそうなんだけどっていう俺の見てみこれお前やばない、これ、ね、広島からも分かんない新幹線来るときに分けてだから机全部占拠して、男女爪の男爪の女ってこと全部すっごい一生懸命頑張って描いてるみんな、ほらうわーこれはすごいよ、うわーすごい絵をねすごい一生懸命描いてる、ね、YouTube でさすがの爪がピカピカになってるのを見てすごく欲しいな、当たりますように、うわー当たりこの人も当たりですよ、この人、川口涼子さんおめでとうございます、うわーすごい、これもとりあえず当たり、はい、これはこれは当たり、はい、えこれは爪女です、爪女細目さんに中目さんに、あ、サタビルダンス入ってる、うわすごい入ってるでしょ、あいやでこれ開けたら全部撮ってる、うわーこれは嬉しいな、だってもうこれだって世界に3個しかないわけ、世の中4つ4つか1個はサタさん、そうなの持ってきました、これサタさんよ嬉しい、ありがとうございます、いや中目さんに細目さんに選ぶな、はい、選んでください、あもう早速中目さんにしよう、普通にこう、はい、こうランダムにこういくわ、あトランプスタイルで、うん、この人、はい、あ女性加藤さん宮城県の、はい、おめでとうございます、おめでとうございます昔のテレビみたいな、昔のテレビやなこの人、はい、熊本の森山さん、はい、おめでとうございます、全部女子、男子も選ぶか、1個だけ男子、1個だけ男子ね、そこ他に男子もあるから、これ結構僕こんなに来ると思ってなかったんですよ、あ決まりました、はい、兵庫県の
門口直人さん。あーおめでとうございます。橋本さんかっこいいって。あはい、おめでとうございます。で、こうやって抽選を行いました。転売すんなよマジで。あーそうだ、言っとかないと。これはもう名前、これ名前言ってるから転売わかるからね。あー3人や。いやもうだから当たんなかった人は買ってよ。確かに本当にいい商品ですからね。ここで売ってますんで。すみません、でね、ここで、はい、ファクトリーギアで、はい、休み何でもいいです。買うか、はい、売り切れちゃうから、はい、予約してくれた人には、はい、久保さん特製のボールペン、はい、おさたさ一本。うわーすごい、ノギス。ボールペンなのにノギス。これをプレゼント。一つ買ってもらったら1個。あ、じゃあファクトリーギアで、ファクトリーギアの店舗かネットでもいいですか。ネットでもいい。だから通販で注文あったら一緒に出せるよね。はい、じゃあファクトリーギア全国13店舗どこで買っても全部。これがつく。つく。いきます。つぼさやさんに買ってきたらこれが全部作って。通販でも1個で1個。太っ腹やねん。太っ腹やねん。なに、めちゃくちゃ太っ腹やねん。わざわざ来ましたから。いや、決まった。あげます、これ。いただきます。すぐくれるやん。すぐくれる。すぐくれる。いや、ほんとたくさんのハガキ応募ありがとうございました。当たんなかった方もね。また引き続きどうぞよろしくお願いします。はいはい、またなんかこういう機会ある、あるかもしれない、ね。まあね、坪さん、よせさんは太っ腹やん。またなかったら、カジやんけ。なんかヤスリ出せよ。怖え。お知らせ、お知らせ、お知らせ。久しぶりのやつ。お知らせのコーナー。運転中の知らせ。こういうパターンもあるんですね。あれよ、チョップトップさんより、はい、サタビルダーズの、夏服バージョン T シャツを販売することが決定しました。すごい。はい、今回もステッカー付きで販売いたします、後ろに、ゴリラのオールドスクール風の、絵でバーンと出ますんで、それをまたチョップトップさんのホームページで、はい、お願いします。わ、はい、ということで作るところでお知らせでした。今日は岐阜に行くよ。シーレーズ&交流会。あ、ティモニーと初田美さん、どうも。これでか。もう本当に特徴が登場。もう絶対。そんな感じで今日岐阜のメンバーとこのメンバーがご対面ということで、あ、初めてですね。初めて。まあちょっと栃木君とこ行って、はい、伊藤さんとこ行って、わ、まあ、なんかやるわ。